ジョセフ・ホイッティカーは、イギリスの植物学者。キューガーデンには、彼が、南オーストラリアの旅から持ち帰った300種以上の、植物ある。また、ダービー博物館には、彼が作成したイギリス植物のお芝標本が2200種以上ある。ホイッティカーの正確な誕生日は不明である。彼は1813年2月8日にダービーシャー、近くの空運動で洗礼を受けた。 彼と同盟の父親ジョセフは労働者で、クラーク生まれのサラと結婚している。なお、1815年に、ブレッツオレで生まれた、ホイッティカーが、庭師として働いた1839年の、アデレード1838年に、ホイッティカーは、二代目の南オーストラリア、植民地総督に任命されたばかりの、ジョージ・ゴーラー中佐の下で新しく、庭師として、船に乗り込んだ。 ホイッティカー、その他、ダービーシャーから来た7名の従事者、ゴーラーとその妻子は、1838年10月12日に、アデレードのペストンジー・ボウマンジーに到着した。テネリフェ島、リオデジャネイロを経由した4ヶ月の旅だった。ホイッティカーとゴーラーが到着した時は、生活環境が劣悪だったため、増援は後回しにされた。ウィリアムライトの後、 1838年のエンカウンター1におけるコスフィッシングステーションホイッティカーが1839年から1840年にかけ南オーストラリアのアデレード近辺で採集した植物は彼の業績としてよく知られている。彼は仕事の合間に南オーストラリアの多くの場所へ旅行し、そこで多くの種類の植物標本を集め保存した。 具体的な場所としては、ロフティ山系、ジャゲット山、トレンズ川、マレー川、ハインドマーシュ川である。彼はバーカー山、エンカウンター湾、フルールー半島の山地地帯で、本格的な調査を初めて行った人物である。ホイティカーは、南オーストラリアに19ヶ月間泊まった後、1840年4月11日に、アデレード港からキャサリン・スチュアート・ホーブズ号に乗船して、 帰国の途に着いた。途中、カンガルー島、モーリシャス、セントヘレナ、アゾレス諸島のコルボ島、軽四カ所に寄港した。船がそれらの港にいる間、彼はさらに植物の採集と標本作成を続けた。オレキスモリオダービー博物館の植物標本室にある、ホイッティカーが作成したお芝標本の一つ。ホイッティカーは八百四十年九月二十三日に、 イングランドへ戻り、1844年には植物の採集を再開していた。その活動は1851年から1852年がピークで1867年を過ぎた頃に終わった。彼はダービーシャーの多くの場所から採集を行ったが、時にはさらに遠方、具体的にはノッティンガムシャーのバルウェル、ウェールズのリル、デンビーまで遠出することもあった。 ホイティカーは1846年までダービージャーのブレツオールに住み、そこのブレツオールボーイズスクールで教師をしていた。また、そこでイギリスの植物学に関する本を何冊か執筆するため、オーストラリア及びそれに関連した植物標本をいくつか交換するべく、旧ガーデン園長のウィリアム・ジャクソン・フッカーと文通した。ホイティカーは約300種の植物を集め、 最終的にそれらは、Q ガーデンが所有することとなった。ホイッティカーが国外から収集したコレクションは、現在 Q ガーデンにある。盲戦後継続のドロセラホワイタケリは彼にちなんで、付けられた名前である。1847年2月に、ホイッティカーは、ロンドン植物学会の会員に選ばれ、そこでの標本交換制度に対して1849年から1853年の、 間、標本を提供した。後に彼は、植物交換クラブに加わり、さらには、植物生息地記録クラブに加わった。1847年までには、ダービーシャーブレッズオール近隣にて発見された気象、植物一覧を出版するのに、十分な量の植物学的データが彼のもとに、集まった。この本には、気象種及び比較的広性に見られる。 種の両方が取り混ぜて載っており、当時のその地における植物多様性を知る良質の資料となっている。1857年の時点で彼はブレッツオーレで90人の児童を受け持つ教師を務めており、その村の住人には自然学者のヘンリー・ハーパー・クルー牧師とフランシス・ダーウィンがいた。その学校はハーパー・クルー家の基金で運営された。1850年代後半に、 ホイッティカーは、妻のメアリーと共にダービー近くのモーリーという、小さな村にあるフェルビー・ブルックという家に住んでいた。彼はここで教師を続け、主に地元の学校を出ていた8から18歳の、学生を多い時に12人クラスに迎えた。最終的に彼は、生きた植物の大規模なコレクションを作り上げた。彼は1300種以上の植物を育てていたと、その地の園芸家グループは記録している。 アツモリソ赤の一種であるキュプリペディウムカルシーラスが地元で絶滅したことについて記した本を彼は1864年にヘンリー・ハーパー・クルー牧師と共著で出版している。彼は1871年までに教師を辞め、出生、花屋となった。1881年までにはその収益から苗木や農場経営者となり、二人の召使い及び12歳の ウィリアム・ホワイトヘッドと同居した。ゆくゆくは、ホワイトヘッドを園芸事業の共同事業者とする、つもりだった。植物学の研究仲間だったヘンリー・ハーパー・クルーが、バッキンガムシャーのドレートン・ビーチャムに、教区牧師となるため引っ越した1863年頃から、ホイティカーの植物収集作業は衰え始めた。翌年彼らは、ダービーシャーの、主な喧嘩植物と、 シダルイの一覧を共同で作成している。彼らの共同研究は少なくとも18年以上にわたり非常に実り多いものであった。ハーパークルーケは屋敷をコークアビーの近くに構えブレッツオールの学校に基金を出していた。1880年代後半、ダービーシャーの植物誌の出版を準備していたウィリアム・ハント・ペインターボックスにホイティカーは貴重な援助と 様々な植物標本を提供した。シャーリーの教会区牧師ウィリアム・リチャード・ソン・リントンが1903年にダービーシャーの植物史を新たに表した時にもホイッティカーの標本と記録が多く使われた。ホイッティカーは1894年3月2日に没した。一般市民たちの寄付によって彼を記念する初見台と彫刻された新中製の飾り板が 聖魔隊教会に取り付けられた。この教会があるモーリーで、ホイッティカーは教会委員を務めており、彼はそこで葬られることになった。旧ガーデンにあるホイッティカーのコレクションは、オーストラリア及び、そこから帰国する途中の港より持ち帰ったものである。彼はまた、ダービーシャーで収集した2200点のお芝標本を79巻にまとめ、 それらは現在ダービー博物館の植物標本室に収められている。これはダービーシャーの植物賞に関する地域研究にとって重要な証拠となる標本である。ホイッティカーは植物交換クラブに参加していたため、現在はボルトン、バーミンガム、グロスター、マンチェスターといったイギリスの多くの博物館にホイッティカーの標本がコレクションされている。 ウィズビーチフェンランド博物館にも小規模なコレクションがある。1848年にフランスの植物学者ジュール・エミール・プランションはある食中性の毛腺語家について科学的な記述を残した。これは香水毛腺語家あるいはホイッティカーの毛腺語家として一般に知られるものである。ありがとうございます。